ありがとうございます。ロジチャンネルの田村です。よろしくお願いいたします。はい、としましたら、今回は今シリーズで春夏秋っていう形で紹介させてもらっていて、最後私冬の方を紹介させていただけたらなと思います。今すごい流行りだと、流行りもう多分定番になってきてると思うので、皆さんちょっと知ってるところもあると思いますけれども、まあ、この動画を見たら一つでわかるよって感じでご紹介していきたいなと思います。じゃあ行きます。はい、まず特徴としては、元々の地毛が黒の人が多いみたいです。で、いろいろ調べた中では、黒、髪が黒色で量が多いって書いてありました。こんなところも決まってるんですね。はい、で特徴は肌がすごい白い、もう透き通ってるような白さ、なんかよくいますよね。うわ真っ白みたいな、結構生きてるのかなみたいな感じの青白さっていうところが特徴みたいです。はい、っていうこのお肌の白さとこの髪の毛の黒っていうのがコントラストになる人が共通点になります。芸能人でいうと黒木メイサさんだったりとか、あとは、小松菜奈さん、二階堂ふみさんだったりとか、結構大人っぽい方、クールな印象のある方が挙げられます。はい、冬のイメージも私もそのイメージがあるかなと思うんですけれども、まあどういう風に分けられるのかちょっと知らない人もいると思うんですけれども、例えば白の中でもう本当に真っ白の白、パールホワイトだっけな、パールホワイトの人なのか、ちょっと黄色っぽい黄色みがあるアイボリーが自分の肌に合わせて、どっちの方がこう肌が、自分の肌が明るく見えるのかっていうところがポイントになるかなと思います。じゃあ、で似合う服装とかもやっぱりその人独自で、肌の色とかもあると思うんですけれども、ブルーベ冬の人は結構似合う色もビビッドカラーに近いもの、ビビッドカラー原色に近い色のなんていうんですかね、青みがかったお色が似合うみたいです。なんで、特徴としては、その中でも、その、ビビットカラーもあるし、結構コントラストがいいらしいんで、例えば、モノクロコーデっていうのも、この冬の人は似合うみたいです。いいですよね。なので、こう、服装で、じゃ似合う服装というか、まあ、お色を考えた時に、白黒コーデに何かお色があるような、カバンの色がとか、まあ、パンツが結構原色に近い色物を合わせるといいよって書いてありました。なんで白黒を基本基調とした中に一色そのアクセントに入れるっていうのがいいって書いてありました。はい、でメイクに関してはブラウンの方もちょっとベージュがかかったお色だったりとか、まあ一番あるのはピンクブラウンだったりとかが似合うみたいです。イエローベースの人はどちらかというとオレンジっぽい色だったりとか、結構黄色よりの色が似合うみたいなんですけど、私は基本的に自分が好きな色を選んではいるんですけれども、まあそういう風に、こういうところも気をつけていただくと、肌が綺麗に見えるんだよっていう感じで思ってもらえるといいんじゃないかなと思います。口の色も結構真っ赤。そう、肌が白い中で、リップの色は結構真っ赤だったりとか、それこそワインレッドとか、そういう結構くすんでるピンク味が強い色だったりとか、ピンクっていう感じのお色も似合うっていう風に見ました。確かにそのイメージはすごいあるなと思うので、結構、おすすめなんじゃないかなと思います。なんで、肌の元々の白さを生かしたメイクをされるとよろしいのかなと思っております。いかがでしたでしょうか？少しでも役に立ったなと思ってもらえたら、チャンネル登録などよろしくお願いします。またこういうのを見たいなっていうリクエストなどありましたら、ぜひコメントの方も残していただければなと思います。はい、出しましたら、またのご来店をお待ちしております。